俺の名前は秀明。大学3年生だ。俺には彼女がいる。彼女の名前はエイミ。年は俺より3つ上の24歳だ。地元では有名な企業に勤めていて、俺にはもったいないくらいのいい女だ。そんなエイミのことを話したくない俺は、付き合ってまだ半年だが、今度の週末にプロポーズをしようと思っている。プロポーズの場所もセッティング済みだ。ホテル最上階にある綺麗な夜景が見えるレストランを予約してある。そこで指輪を渡す予定だ。そうして迎えた当日。秀明ったら、こんなレストランを予約してただなんて、どうしちゃったの？いや、ほら、俺たち付き合ってちょうど半年だからさ、半年記念だよ。でも、ここって結構高いところでしょ？大丈夫なの？バイトしまくったからね。心配はいらないよ。でさ、今日はエイミに大事な話があるんだ。急にどうしちゃったのよ。改まっちゃって。エイミ、俺、エイミのことを愛している。これからも絶対に幸せにするから、俺と結婚してほしい。俺はそう言いながら、エイミに向かって指輪を見せた。結婚？俺はまだ大学生で仕事もしていないから、エイミに心配をかけてしまうかもしれないけど、就職したらじゃんじゃん働いて、エイミの心配なんて吹き飛ばしちゃうからさ。秀明、ごめんなさい。私たちに結婚はまだ早いと思うわ。秀明はまだ学生だし、私ももっと今の会社で頑張っていきたいもの。そっか。うん。ごめんね、急に。また出直すよ。どうやら俺は一人で舞い上がりすぎていたようだ。てっきりエイミも俺と早く結婚したいと思っていると信じ込んでいたので、かなりショックを受けた。エイミは有名な企業で働いているから仕事に集中して頑張りたいっていうのもわかる。俺が大学生じゃなくて社会人だったら受け入れてもらえたんだろうか。俺が年下で頼りないからダメだったんじゃないかと、しょんぼりとしながら一人で帰路についていた。帰宅途中に喫茶店を見つけた俺は、気持ちを一旦落ち着かせてから家に帰ろうと思って喫茶店に入り、案内された席に座った。俺の耳に選曲の声が聞こえた。知った声だったので驚いて顔を見てみると、そこにはエイミが知らない男と一緒にいた。どうやら俺のことには気がついていないようだ。ほんと傑作だったよ。笑いをこらえるのが大変だったわ。働いてもいない学生の分際で私にプロポーズしてきたのよ。自分がただの遊び相手だってことにも気がついてないしさ、ほんとお子ちゃまっていうか間抜けよね。そんなガキと遊んでるからだろうが。これで分かっただろう。お前にふさわしい男は俺しかいないんだって。きちんと理解しろよな。ほら、今からバーに行って飲もうぜ。連れてってやるよ。本当？ありがとう。やっぱりエータ以上にいい男っていないわね。二人はそう言って、腕を組みながら喫茶店を出て行った。最後まで俺がいることに気がつかなかったようだ。まさか、エイミが浮気をしてるだなんて。っていうか、俺はもてあそばれていただけなのか。こんなことってあんまりだ。俺は何も注文せずに喫茶店を飛び出して、すぐ近くにある居酒屋へと向かった。今日あった出来事を一秒でも早く忘れようと、泣きながら酒を胃の中に流し込んでいた。そんな俺に声をかける人がいた。あれ？秀明じゃない？こんなところでどうしたのよ。あれ？ビミ？そっちこそこんなところに何でいるんだよ。俺に声をかけてきたビーミは、俺の実家の隣に住んでいた。5つ年上の幼馴染だ。小さい頃はよく遊んでもらったのを覚えている。
どうやら仕事終わりに飲もうと思って立ち寄ったらしい。久しぶりね。それにしても今日はどうしたの？そんな冴えない顔をして。何かあったの？うるせえな。今日は人生で一番最悪な一日だったんだよ。何があったのよ。私でよければ話を聞くわよ。実はさ、今日俺はビーミに今日一日あったことを包み隠すことなく全てを説明した。そう、それは災難だったわね。でもそんな女の人を愛し続けててもきっと先はなかったと思うわよ。早いうちにその人の本性に気がつくことができてよかったんじゃない？浮気癖がある人ってまず治らないからね。早いうちに別れてしまった方がいいわよ。じゃないとずっと同じことの繰り返しになるわよ。やっぱりそうだよな。うん、ありがとう。ビーミが話を聞いてくれたおかげで踏ん切りがついたよ。ビーミは昔からいいやつだね。何今更そんなこと言ってんのよ。当たり前でしょ。そうだ、せっかく久しぶりに会ったんだから今度どこか一緒に遊びに行きましょうよ。おー、いいね。ビーミに元気づけられた翌日、俺はエイミと別れた。エイミも俺に未練などなかったようで、とても軽い感じで俺の別れたいという言葉に了承していた。俺と別れた後にエイミの勤める会社でエイミが派手に男遊びをしているらしいと噂になったようだ。エイミは仕事ができて将来を期待されていたのだが、今回の噂が立ったことによって役員に呼び出されて厳重注意処分を受けたらしい。どこのドイツがこんなことしたのよ。絶対に許せない。そんな怒った顔するなよ。お前にそんな顔は似合わねえよ。そうだ、今度お前が行きたいって言ってたところに連れて行ってやるよ。パーッと気分転換してさっさと忘れちまおうぜ。ええ、ありがとう。次の週末、そんなことがあったとは知らない俺はビーミと映画館に来ていた。映画館に行くとエイミとエータの二人とばったり鉢合わせしてしまった。俺を視野に収めたエイミは怖い顔をしながら俺に詰め寄ってきた。秀明、あんたね、私の変な噂を会社に流したのは。しかも私と別れてすぐに別の女とデートなんかして。何？ごめん。エイミの言ってることが何のことか全くわからないんだけど。とぼけてんじゃないわよ。私に遊ばれてたことを知ったから、その復讐に変な噂を流したんでしょ。知ってんのよ。やっぱり、器の小さい最低野郎だな。いやいや、ちょっと待ってよ。何なんだよ。エイミが何のことを言ってるのか全然わかんないよ。俺がエイミの勢いに押されてタジタジになっていると、あなたたち何なんですか。私の彼氏に変な言いがかりをするのはやめてもらえますか。ほら、秀明行くわよ。ビーミはそう言って俺の手を取ってその場を足早に去った。ビーミ、ごめんね、無理やり秀明を引っ張ってきちゃって。でもああでもしないともっとエスカレートしてめんどくさいことになりそうだったからね。そうだ、この後面白いことが起こるはずだから楽しみにしててね。俺はビーミが何のことを言っているのかわからなかったが、ビーミの口ぶりからすると後でわかるようなのでとりあえずは気にしないことにした。映画を見終わって劇場から出ると大声で怒鳴っている人たちがいて輪ができていた。何が起こっているのかと見ていると輪の中心にはエイミが立っていて、それを見た瞬間に俺は何が起きているのかすぐに理解することができた。エイミ、その男は誰なんだよ。お前、俺だけだって浮気なんてするはずないって言ってたじゃねえか。てめえふざけんなよ。今までブランド物のバッグとか買ってやったのに、ツイッターにお前が他の男と浮気してるのが流れてきたから
半信半疑で来てみたけど本当だったとはな。今までの金返せよ。ちょっとごめんってば。ねえ、エータどこにいるの？エイミが輪の中から飛び出してきて、エータに助けを求めようと姿を探したが、エータもすぐ横で複数の女性に囲まれて詰め寄られていた。エータ、この女たちは何なのよ。私に結婚を前提に付き合おうって言ってたのはどこの誰よ。それなのにこんなに浮気して女作って本性を隠して私に近づいたのね。ほんと最低ね。うわぁ、これはすごいな。完全に自業自得なんだろうけど。本当にね、似た者同士だね。ほら、あんな二人は放っておいて、私たちは遊びに行きましょう。この日は二人のことは放っておいて、ビーミと思いっきり遊んだ。あの後噂で聞いたのだが、エイミとエータはあれ以来仲が悪くなり結局別れたらしい。ある日あの居酒屋で俺とビーミが二人で飲んでいると、ビーミが教えてくれた。今まで黙ってたんだけどさ、エータとエイミなんだけどさ、実は私の高校の後輩なんだよね。二人とも私のことは知らないと思うけどね。あの二人とも高校の時から女遊び、男遊びが激しくってね。学校中ですごく有名だったのよ。私そういう奴らが大嫌いだからさ、あの二人のせいで秀明が苦しい思いをしてるって知って許せなかったのよ。落ち込んでいる秀明の姿を見て、私が何とかしなきゃって思って仕返ししてやったのよ。え、俺のためにそんなことしてたの？当たり前じゃない。秀明は私の可愛い弟なんだから。弟か。なあ、俺はさ、弟じゃなくて対等な立場でビーミと一緒にいたいよ。え、それって？最近ビーミのことで頭がいっぱいなんだ。もしよかったらなんだけど、これからは弟としてではなくて彼氏とは見てもらえないかな。今回はビーミに助けてもらいっぱなしで情けないところをいっぱい見せてしまったけど、もっとビーミに頼ってもらえるように頑張るからさ。しょうがないな。私のこと引っ張っていってよ。こうして俺たちは付き合うことになり、幸せな日々を過ごしている。